はい、皆さんこんにちは、ルキでございます。マインクラフト、ついにポケットエディションがバージョンアップいたしました。イエーイ、いいですね。もうね、画面見ていただくと分かるように日本語対応いたしました。これでね、オプションとか分かりやすい。ちょっと押してみましょうか。ポチッと、はいはいはい、こういう感じですね。ポチッと、まあ前にね、やつもいじればすぐ変わったんで分かりやすかったですけど、今こんな感じになっているということですね。分かってなかったのもありますね。はい、じゃあですね、実際ゲームを始めていってみましょう。ここも日本語になってますね。はい、じゃあルッキーの方でポチッと、はい、生まれましたということで、パッと見はね、変わってないかと思うんですけど、一番気になるのが、ボートですね。今までボートなかったんですけど、パソコン版のみということであったんですけどね、ボートがついに追加されました。ちょっとね、作っていきましょうかね。これでいいのかな。確かね、前情報では木のスコップと、ここにありますね、なんかすごいろいろ、あ、種類がいろいろある。しかし木が足りないという衝撃の事実ですね。なんてこった。木あった、ありましたね。これで作れる、ありました、これですね。一個作りましょう。ドーン、はい、ゲットでございます。じゃあちょっと浮かべに行きましょうかね。よいしょ。海はどっちかな。これなんだ、なんでこいつら来てんだ。え、なんで。おお、来た来た来た。おお、ゾクッとした、ゾクッとした。なんでなんで、なんでゾンビ生きてるよ。いきなりバグ？いきなりバグですか？あ、そういえばこっちの方にあれないな。どっちか。最初のところのあたりに海が、あ、あった。湖ありましたね。湖もいいかな。どうしようか。船をこれで浮かべます。ポチョーンってきた。おお。オールがついてますね。うわ、危ない。ギャフーン、怖い。なんだよ。おいおいおい、説明の途中だよ。ということで、ボート乗りました。操作方法が全然 PC 版と違うっぽいですね。なんか左右に三角ボタンついてて、そっちを押せば漕ぐと、そっちを押せば漕ぐ漕ぐ漕ぐ。あ、本物のボートみたいなですね。じゃあちょっと進んでみましょうか。左右で行くというより同時に、あ、同時にこういう感じですね。あ、すげえやりにくい。でですね、まあこう言ってるんですけど、実はですね、ちょっとこっち行ってみますね。ここにすでに一つ実はボートがあるんです。はい、ありましたね。これどういうことかというとですね、朝ね、今これ夕方撮ってるんですけど、朝撮ったんですよ。朝撮ったというか、撮ろうとしたんだけど、うわ、沈む沈む、何これ、おお、撮ろうとしたんだけども、撮れてなかったっていうね、音声しか入ってなかったっていうね、衝撃の真実でして、それはもう破棄いたしました。だって画像ないもんね。ということで、ボート、面白かったですね。ここ2つ買ったらもったいない。これは持っていけんのか。持っていけないな。朝もちょっとやったんですけど、壊せないんですよ。どうやって壊すんだろう。
斧って呼んでるのかもしれない。あ、斧か、叩けばいいのか。あ、壊れた。よし、なるほどなるほど。長押しで壊せるかと思ったけど違いますね。バインバイン押す感じですね。よし、2つとも回収。いやー、このねボートが一番楽しみだったんですよ。で、本当は海行きたいんですよ。海行ってちょっと大冒険に出たいところなんですよね。鉄はどうしたって話ですけど、まあ、鉄はそのうちね、そのうちね。今まだ何にも手に入れてなくて、この辺もいいんだよな。あっちに針葉樹林見えますね。ここいいんだけど、いいんだけど、とりあえずボートご紹介いたしました。その他ね、何があったかな。まあ、さっき子供ゾンビいましたけどね、ちらっと。子供ゾンビが増えてたりとか、敵増えてて、海にもイカさんが出てるとかね、そういうことみたいですね。よし、ひとまず今日はここまで。明日以降もね、ちょっとこれは連続してちょちょちょいって上げていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。では、以上でございます。